写真拡大。広島中日23日マツダスタジアム。今季限りで現役引退する広島の栄川勝弘投手が23日本拠地マツダスタジアムでの中日戦で引退試合のマウンドに上がった。先頭の大島を1ゴロに打ち取って有終の美を飾り、温かい拍手が送られた。2004年10月10日の巨人戦以来の先発マウンドとなった栄川は1番の大島と対戦。全球ストレートで勝負し、141キロでボール、141キロで見逃しストライクとした後、3球目も141キロで1ゴロに打ち取り、自らベースカバーに入ってアウトとした。笑顔でマウンドに戻ると緒方監督が交代を告げ、栄川は温かい拍手を送られてスタンドに一礼。最後まで笑顔のままで17年の現役生活に別れを告げた。2002年に亜大から自由枠で広島に入団した栄川は、広島一筋17年で通算165セーブ79ホールドを記録。この試合が通算527試合目の登板となった。フルカウント編集部。